毎度いつもありがとうございます。ひっしーでーす。エピソード18、ダイヤモンドの虜、これを S ランクでクリアしていきたいと思います。でね、結構このミッション長いミッションなんで、割とグダっても S ランクは取れてまうようです。で、捕虜6名は排除しませんね。排除せよとなってますけども、もう全部回収でいきたいと思います。まあ行きましょうか。どうぞ。まずここですね。別に逆でもいいんですけどね、さっきこっちでもいいんですけど、まあ、こっちから行きましょう。で、ムベレの兵士回収、ムベレの兵士がこの辺にいます。で、ここのこの辺に多分おると思うんですよ。まあ、この辺向けて、ちょっと行きたいと思います。もうすぐそこですね。せっせか走っていきましょう。でね、もうこのミッションあたりから確か、僕のセーブはもう余裕で敵強いんですけど、すでにもう一周目でも普通にしたらこの辺から敵がむちゃくちゃ強くなり始める頃じゃないかなという、そんな感じですね。めっちゃ難しなった気がしますね、この付近から。おっと、クレイモはあるよ。めっちゃクレイモは仕掛けられてるわたまらんな。慎重に行きましょう。これ無理ちゃうかな、ここクレイモアがあって。いけた。もう地雷ないんかな。オッケー。多分ね、今74m と 81m いるでしょう。74が、その何だっけな、ムベレの兵士やと思うんですけど、いつもこの辺から出てくるんでね、はっきりとこいつとかまではわからないんですよね。なんかこの辺にはないつもみたいなやつがいるんですよ。これかな、顔わからへん。これだよね。うわ、来た来た。回収したいけど怖いわ。あ、顔見える今。またガスマスクや。もう最近してへんかったガスマスク。よいしょ、ちょっと行ってみましょうか。向こう向いてるよね。こいつじゃない気がするけど、違うか。
戦車どっか行ってくれましたね。あいつどこ行ったんやろな。何も装備つけてへんと思うんですけどね。こんなやつもうちょっと爽やかっぽいやつがいるんですよ。誰か見られてる。めっちゃ見られてるわ。もうちょっと男前やしね。ここ前におんのかな。こいつかな。あ、あいつや。あの白っぽいやつ。お前よお前。よいしょ。そう。ターゲットを回収。依頼人には排除と報告する。ぜひとも報告しといて。軍人が採掘場に向かってくれ。ほい。じゃあまあ次行きましょうか。ヘリもおるんでね、気をつけながら行かないとダメなんですけど。まあ、いけるかな。で、入り口がどっかこの辺なんです。あ、もう過ぎてるかな。ちょっと反対側から行きますね。ちゃちゃ、ここ正面、ここ正面こっちじゃないとこから行きますね。危ない危ない。間違えた間違えた。おい、あのフェンスが見えるところですね。よっ。ここで犬ちゃんを呼びますね。アナリシス complete. Buddy departing area of operations.まあまあここにダイヤモンドをしていることが多いですね。あ、高い方やこれ。嬉しいね。これね、僕のセーブが進んでるからこんな装備っていうわけじゃなくて、割とデフォルトでこんな感じやったような気がします。もうこの頃になると。うい。バディ has arrived. The map has been updated.この植物めっちゃいります。麻酔銃でね。麻酔銃全然使わない人は別にいらないと思いますけど。うわー、きついなこいつも。よし。あ、ちなみにこのセカンダリーの麻酔銃でも足元狙えば割と
寝てくれます。この胴体のこの辺りは樹脂って言ってなんか防弾チョッキみたいなのに当たって効かないんですけど、足は判定いけます。こいつもここ防弾チョッキなんですけどね、ここは、普通のズボンなんで、きっちり麻酔銃効いてくれるんですよね。ただ目もいいんで、スナイパーライフルの麻酔銃そろそろこの辺のミッションやってる頃には、作っといた方がいいかもしれないですね。ガスマスク結構してるね。ガスマスクは結構最後の方みたいですね。僕も最近出てきたとこなんで、あ、いいか、この辺は無視でいいのかな。はい、到着。ここに捕虜が5人います。なんと殺せと言われてた、捕虜は子供たちっていうやつですね。これ以上で、こいつだけ動けない子なんですよね。ほいで、発見される前に捕虜を回収っていうミッションがあると思うんですけれども、それはなんですね、どうするかというと、初見では多分無理じゃないかなと思います。ちょっと他にやり方あるんかどうかわからないんですけれども、よいしょ、とりあえずもう子供回収用のフルトンがあればこんな風に回収しちゃいます。でこいつら回収できないんですけど、こうやって眠らしてまえば全部フルトンできます。でワームホールやったら、天井なくても、天井があってもフルトン回収できるんですけどね、まあ、無理なら外に出てからウルトンやっちゃうっていう、そういう流れになりますね。おい、これで、ミッションタスク1個できます。え、ちょっと待った、ちょっと待った、イエイ、危ない危ない。はい、危ない危ない。おお、滑ってきた、すごいな。まだ滑る。ういっ、あー、びっくりした。おい、危ない危ない危ない。
さあゆっくり行きましょうか。ちょっと待って、これで上がっちゃうか。お、犬、犬よ。できるやつが多いですね。走るとヘリに見つかっちゃいますからね。ちなみに同じようなやり方やってて、僕ここでヘリに見つかってアラートになって、何回も見つかって、まあ2回なんですけど、2回見つかって殺しまくって、でクリアに26分かかって S ランクでしたね。このやり方やったらかなり楽勝で S ランク取れちゃう感じですね。はい、びっくりしました。アラートとか鳴ってんのにね。よいしょ。はい、ちょっと犬、犬そこまでせんでいいよ。おい、アナリシスコンプリート。エネミープレゼンスディテクテッド。マップハスビーンアップデートド。さあみんな重装備になってきたね。ういっ、めっちゃおるわ。くそ、気づかれんのねこれ。言うなって。やばい、くそ。オッケー、危ない危ない。もう結構すぐ起きるんでね、麻酔銃でも回収しときます。了解、回収する。ほらめっちゃ遠くからでも見てくる。
ヘッドショットならず。おい、あれ、そういえば敵兵士追いかけてこないですね。なんでやろ。結構後ろからも敵が来たりとかしてね、でここのヘリも見つかったりして大変な状態にはなるはずなんですけど、なぜかならないですね。ヘリも勝手に来てくれるはずやったんですけどね。ちょっと違う。まあでもこんな感じで、普通に行けます。多分あの後ろから兵士は追いかけてくると思います。ちょろちょろね。ちょっと葉巻でも吸いますか。あ、もう来たわ。まもなくランディングゾーンに到着する。敵のヘリはどこにあるかですね。見つからんかな。大丈夫かな。こちら B コード、ランニングゾーンに到着。おい、上昇開始。さあ、この S ランクのはずです。もっとグダグダで S ランクやったんで。すごい、ミッション完了。ボス、あんたは最高だ。あんた何なんだ。はい、しっかり S ランクです。時間は一緒ぐらいかな。確かねメモってるんですよ、26分で、10万点ぐらい、まあ、これはあんま点数変わらないですね。で、アラート2回くらって敵も殺してってやってて、14万7千いくらっていう点数で S ランクやったんですよ。なので、全然いける感じですね。これもうちょっと暴れても S ランクでいけるような感じです。はい、でまあ、あの子供用のフルトン回収は、初見プレイジアと多分持ってないはずです。もう何話か先で開発できるようになると思いますんで、それからやってもいいのかなってとこですね。ただまあ子供回収してなくても、いいですね。5000足らないだけなんでまだ S ランクいけると思いますね。ただまあ子供いるとあの最後の川のところですね、あそこがちょっとめんどくさいというやりにくいっていうのはありますね。はい、まあ、こんな感じです。よかったら参考にしてみてください。ではではまたお会いいたしましょう。さよなら。